ちょっと見てくださいよ、これ。もうすっかりサブマシンガン使いになっちゃいましたね。2500ですね、もうそろそろ。まあヘッドショットはさすがにサブマシンガンなんで少ないです。で、2位が、まあいつもなんか M4 って言ってる、この HK416A5。これが1600。まあヘッドショットは4割、3割、4割ぐらい。で、意外とこれ使ってたか。ターボール。まあ使いやすいとは言ってたけど。つってももう、あとは使ってないようなもんですね。まあ AK はね、まあ頭しか狙わないんでヘッドショット率は50%は超えるんですけど。まあこの銃好きじゃないんでね、もう使ってないですね。まあこの2つぐらいかな。たまにクリスとか使ったりする。でですよ、すっかりなんかアップデートの内容とかも全然最近確認してなくて。で、これ、SIGMPX。これの存在を知らなかった。全国の SIGMPX 使いの皆さん、申し訳ございません。この存在を知りませんでした。ということでね、ちょっとこれをね、使ってみますかね。せっかくなんで。で、まあ、アルゴ、これも当てたんだよね。ちょっとじゃあ、これを使ってね、デスマッチで。ということで、SIGMPX 使っていきますか。そうだな、これ強いのかな？なんか、数値とかも。もう、ヘッド出してぐらい。全然数値とかも見てなかったから。お、びっくりした！やべ、ナイフで倒しちゃった。結構威力、結構威力高いか、もしかして。弾34発。まあね、いつもの感じで突破していきますか。おっと、今、上登って。ああ、奥。こう、ADS つけてもやっぱ遠距離はきついのはサブマシンが変わる。まあでもなんか気持ち MP7 よりはばらけるけど、威力高いのかな。お、見られた。さて、下くぐるが味方がいるんで、やっぱり上を通っていく。で、ジャンプして、うお、これ敵だ。びっくりした。青い銃持ってた R5 のあれかな、当てたやつかな。敵陣に突っ込んでって、リロードしてから突っ込んでいく。一人やって、もう一人、うわっと後ろから。なるほどね。なんかあれかな、クリス・レクターの上位互換っぽくないか。MP7 とはちょっとなんか挙動が違うな。おー。なんか、クリスの上位互換っぽいな。この感じが。弾数も多いしね。まあでもやっぱ MP7 もうちょっと素直で威力低くて。弾数多くて、レート早いから。うぇ、住み分けはできそうだね。で、上から乗って、ジャンプして、うわ、手前の敵、近距離は負けねえ。あ、結構ブルー使ってる人多いのかな？ R5 のブルー。なんかあれあんまり好きになれなかったんだけど。ちょっとね、取ってから全然使ってないんで。試してみようとは思うんですけど。どうかな、これ。まあでも悪くはないかな。まあ全然使ってもいいかな。手前やって、奥やって、リロードして。よし、いいっすね。ああ、なかなか、この距離だと申し分ない威力。どう打ちでもサクッと溶かすことができて、いいっすね。
まあ、ありかな、これは。おお。結構遠距離でも、そこそこ早く削り殺すことができたの。やっぱ MP7 よりは絶対威力高いよね、これ。いいんじゃないかな。これ、結構ありかな。もしかしてこれあれか、MP7 より強いかな。ちょっとなんか適当に使ってて、こんだけ倒せてんだけど。まあ、結構入りやすいね。サブマシンガンの挙動と、まあ、立ち回りはね、MP7 でね、そこそこ、慣れてはいるんで、やられた。結構すんなり入れるんじゃないかな。右が、右に赤点。ほら、後ろから。背中打っても倒せない。ちょっと距離空くとダメかな。あれダメか。あれ倒せないか。うわ。結構ばらけるね。サブマシンガンなんでしょうがないんだけど、MP7 よりはばらけると思う。MP7 より、荒っぽいって言えばいいのかな。荒いけど強いみたいな。選択肢としては全然こっちの方も入るかな。まあただ MP7 はね、形が好きなんで使い続けますけど。クリスがちょっとじゃあ、そう考えると弱いか。なんかね、アップデートで、3月15だかなんだか、その辺のアップデートで、サブマシンガンの、まあ、距離が、ちょっと伸びるっていう風に書いてあったね。距離が伸びるのと、のけぞり時間が長くなるって、どういうことだよ。なんか、のけぞるんだっけ、これ、下ったら。かね、まあ、別にサブマシンガンなんだから距離伸ばさなくてもいいんだよな。なんか他の銃威力上げてんだから、ちょっと威力上げてよっていうふうに思いますけどね。まあ、それか集団を良くするか。距離はね、やっぱサブマシンガンなんで短くていいんだよね。まあ、距離ってよりはダメージかね、集団をちょっと良くしてほしかったかな。まあいいや、なんでも。どうなろうと MP7 は使い続けると思います。でね、なんか、新武器の、まあ、G36C だっけ ?E だっけ?忘れたんだけど。まあ、あれね、ちょっとね、使ってみたいです。つうか、あれか。メールでもらえんだっけ?すぐ。確か、初期武器が G36 なのかな?チュートリアルミッションでもらえるやつ。まあ、ちょっとね、楽しみっすね。アップデート。つうことで、勝ったのかな。まあでもこれ使いやすいと思いますよ。チグ MPX 全然ありですね。まあ結論としては使える以上。